イラブイラブです。そうですね。17年ぐらいベースボールやってました。ピッチャーやってました。今回の災害についてはどう気持ちですか？そうですね。日本で震災に遭われた方々のことを胸が痛くなりましたね。ベースボール、チャリティーベースボールがもうメインで、はい、それをやっていきたいなと。それでまあ何らかの形で支援できたらいいなと思ってますね。そうですね。今年、あれだけの震災があったんで、何かしなきゃいけないなと、思いながら、思っても前には進まないので、こういう形でアクションを起こしているのかなと。僕たちも何らかの形で支援していけばいいなと思ってます。その中でいろいろと行動を起こしていこうとも思ってますし、ですから一日も早く笑顔を取り戻してください。